平成30年9月1日、阿蘇市黒川の道の駅阿蘇の来館者が1000万人を突破し、記念セレモニーが行われました。道の駅阿蘇は、平成17年に NPO 法人阿蘇田園空間博物館の総合案内所として完成。平成20年に道の駅阿蘇が開業し、阿蘇の特産品やお土産が販売され、多くの観光客が訪れています。1000万人目の来館者となったのは、山口県から訪れた津室義雄さんの家族で、阿蘇市長がベルを鳴らしてお祝いしました。特設会場で行われた記念セレモニーでは、くす玉が割られ、花束と阿蘇特産のヨーグルトやハムなど計3万円相当の記念品の目録が贈られました。道の駅阿蘇の話では、熊本地震後来館者が減少したものの、昨年度は例年の8割ほどまでに回復しているということです。